野村道悪人の娘一お願いでございますが振り返ってみると同じ欄干に持たれた古事記邸の中年の男鳴海四郎の顔を下から見上げてこう丁寧に申します 春の世の馬屋橋の老けたというほどではありませんが妙に一足がまばらで風邸の悪い人間に声をかけられるとついぞっとするような心さみしい番です見ると人品骨格まんざらの乞食とも思えませんがおかまぼうの穴の空いたのをまぶかに念入りにボロを引っ掛けて片足はネズミ色になった包帯で包み 本当のかかかどどうかは分かりりまませんが、怪しげなな松葉杖などを突っ張っ張ております。時も時場所も場所タバコをくれとかせいぜい電車賃をくれぐらいよくある手だと思いながら鳴海四郎は各紙へ手を入れて軽くなった財布を引き出そうとするといえいえお金をいただきたいと申すのではございませんお願いですから私のそばから少し離れて。 向こうの方を向いたまま私と全く関係のないような様子で私の申すことを聞いていただきたいのです小直にしては言葉が上品でそれに言うことが広く変わっております好奇心の盛んな若い男でもなければこんなとっぴな申し出を素直に聞かれるものではありませんが鳴海四郎幸いにして年も若くその上独り者で金こそありませんが 好奇心ならふんだんに持ち合わせております社会的地位と申しますと学校を出たての一番下っ端の会社員で相手が小じきだろうが泥棒だろうが少しも驚くことではありません言われるとおり23歩遠のいてともし火のまばらな本所の貸しの方を向いたままさあこれでよかろう相手になってやるぞと言わぬばかりに 後を促します。失礼なことを申し上げてすみませんが、何を隠しましょう。私は今、重大な敵に監視されておりますので、まともにお話をして、あなたにご迷惑があるといけないと思ったのでございます。こうしているうちにも、どこにどんな目があって、私どもを見張っているかわかりません。だんだん気味の悪いことを申しますが、その代わり、 この男は本当の古事記でないことだけは確かです。古事記にしては言葉が知識的で、ひげこそぼうぼうと生えておりますが、物腰、態度、どことなく贅沢に育った社交的な人間らしいところがあります。実は…古事記は言いにくそうに言葉をよどませます。もう少しすると、この橋へ一人の娘がやってまいります。 その娘の上にどうかしたら思いもよらぬ災難が降りかかるのではないかとどうも心配でたまりません例えばどんなことが身を投げるとか悪者どもに襲われるとかそれが分かっていながらなぜお前が保護をしてやらないのだ当然のことを一本鳴海四郎が問い返しますと は非常に慌てた様子でそそれが今申し上げたような事情で私は飛び出して助けるどころか顔を見せることさえできないのですはいはいいい加減にしないかこう見えても僕は酔っ払ってはいないんだぜからかうならもう少しお小遣いのある時にしてもらおうじゃないか第一いくらのんきな人間でも みなげがあるかもしれない点で橋の上にまごまごしているやつはないよ。僕がみなげと間違えられるか、おまわりさんにとがめられるのがせいぜいだろう。嘘だと思うなら、橋詰めの交番で聞いてみるがいい。なる海の言葉を聞いて、事記艇の男はほっとため息を漏らしました。ごもっともでございます。通りすがりの方に、それも。 こんな風亭のよろしくない私が申したんでは、ご信用のないのも決して無理はございません。けれども、私はさっきから私のようなものの言うところを無条件で信用して、差し迫った娘の祈難を救ってくださるような正直な方が一人くらいはあるだろうと、神仏かけて探しているのでございます。それも、 私の体のみでございましょう。致し方がございません。お前は泣いているんじゃないかそうまで言うならまんざら嘘でもあるまい。があまりしつこく疑っては気の毒だが、なんかこう、そんな娘が確かに来るという証拠のようなものでもないかね。よろしゅうございます。証拠と申すほどのものでもございませんが。 私の申すことは決してでたらめでないというところだけをお目にかけましょう。私が立ち去った後、数で二三十数えたら、私の立っていた場所をご覧ください。よろしゅうございますか。さあ、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。 古事記帝の男ははそばをを離れた様子。数を読む声だだんだん遠くなってい,きますいい加減を見計らってと振り返ると二三歩を隔てた橋板の上に嫁にもほの白いものが一枚小石の重りを乗せてひらひらと川風に吹かれております取り上げて遠い明かりに透かしてみるとこれは紛れもない紫色の百円紙幣。 しかも偽造や模造ではなくあまり古びもつかぬ正真正銘の100円紙幣です100円というと今の世の中では大金と申すほどではありませんが大学を出たばかりの鳴海史郎から見ると月給にもらうとお釣りを出さなければならないくらいご時の懐から出て橋板の上へ置かれるような生優しい額ではありませんこれは… よう疑ならぬことらしいぞ。なるみし郎。馬屋橋の仮橋の上に立って、思わずこう一人言を申しました。に。旦那、それを返してください。暗闇から出た遊び人風の男。顎をぐいっとしゃくって懐から手首を出します。 なんだ <laughs> お隠しなすっちゃいけません橋の上から拾った紫色の模様のある紙切れそれが異理用なんでハンティングをかぶったコウモリやすという格好薄ざむそうな双子の巣合わせ三尺を前下がりに朝裏を突っかけたそれにしても恐ろしく安直な悪目だけは 不思議にぎょろりと光ります。バカを言え。何がバカだい。そいつは小じきの金じゃねえんだ。猫ばばを決め込むとただじゃ済まねえぞ。さあ、悪いことは言わない。素直に返しな。懐から出た手首が伸びて、なるみしろうの鼻の先をからかったようにすーっとなでます。何をするこら！ 挑戦的な相手の様子に思わず身を引いて構えを直そうとする時遅く、ごろつきの左の手は袖の下からスッと動いて、鳴海四郎の右手に持った百円札をさらったと思うと、物も言わずに足を返して蔵前の方へさっと。あどれ、ドドラボー後を追ったところでどうにもなりません。相手は恐ろしい早足 橋爪まで来てみるとどこへ行ったか影も形もありません百円札に未練がないではありませんが手間取っているうちに乞食に頼まれた娘とやらが橋の上に現れるかもしれずもともと自分の金ではないと思うせいか鳴海四郎あまり執着もせずにそのままきびすを返して元の橋の上に戻りましたそれから何時間たったでしょう 水の黒さが身にしむばかり一足も大分捉えて名物の空っ風花を散らした名残を吹いてさっと橋の上の砂人を吹き上げる頃でしたと下屋の方から一人の娘ゴム草履の刻み足四方に気を配る風情で橋の上へかかりましたが一当たりその辺りを見回すとそのまま細々と肩を狭めて なるみのそばをすーっと刈り橋の欄干に裸伝統があるにしても元より申し訳ばかりの疎い光通りすがりの人の顔がよくは見えるはずもありませんがその時鳴海四郎の見た娘の顔ばかりは夜の闇も包みきれなかったのでしょうまことに輝くばかりの美しさでしたこれは。 用意でない。もう一度つぶやきながら鳴海の足は思わず娘の後を追っておりました西から東へ東から西へと23回娘は橋の上を往復しました5軒ばかりの間隔を置いて鳴海四郎が絶えず後をつけていることは一向気がついた様子もありません闇にに、吸い込まれるように 一つ一つ町のわかりが消えると橋の上も次第に寂しくなるばかりですこの上一人の娘とその後をつける若い男とが橋の上を往復していたら橋爪のおわりさんも気がつかずにはいないでしょういいかげんにして娘へ声をかけてみようかしら鳴海四郎はちょうどそんなことを考えているやさきでした いつの間にやら橋の中ほどに立った娘しばらく見いられるように川面を差し望んでおりましたがやがてゾッとしたように身を引くと自分の肩をふかぶかとかき抱いてしょんぼりそこに立ち尽くしておりますそれもしかしほんのしばらくのことでしたもう一度欄干の上に今度は二枚の袖を重ねてつくづく夜の水に見入っておりましたが いきなり履いている紅葉の草履を脱ぐと上半身をもたれ加減に乗り出して大川の黒の水の上へスルスルと落ち込もうとしますあ待ったなるみしろ思わず声を上げて、びつきました。3 ミランゲンを助ける手順は、く,だくだしく申すままでもありません。相手が生活苦に虐げられた老人とかヒステリーの婦人などと違って生活意識の強い若々しい娘だけに止められれば止められたなり素直によしてくれたのは幸せでしたがその代わりどんなに問いただしてもどうして死ぬ気になったか一言も漏らしません。私ははここの通り腰弁で、で大したことはできませんが、 お金で済むことならやところがりをして間に合わせましょうそんなことではありませんかというといいえ子供らしくかぶりをさえ振ります力なら知恵よりたくさん持ち合わせていますがまさか力ずくで済むようなことではないでしょうねいいえそんなことではございませんではやはり 気にいらぬ縁談ごとというような。いえいえ。さすがに赤い顔をしたようですが、猛烈にかぶりを振るところを見ると、年頃の娘らしい色恋というわけでもないようです。どうぞ、何にも聞かずに置いてください。私ももう死ぬ気になどはなりませんから。そういうのが精一杯。火にそむいた美しいまつげに、 真珠のような涙さえ宿しております。いつまでも橋の上にいるわけにはいきませんので娘を促して下屋の方へたどりながらいろいろ問いただしてみましたが死ぬ気になった原因はおろか自分の名前も家も何にも明かしてはくれませんそのくせ別に鳴海四郎を怖がっているわけでも嫌っているわけでもないようですこれは… 用意ならん事件らしいぞ伯父の予言があまり見事に当たったことなどを思い合わせて鳴海四郎はもう一度こうつぶやいたのです街の光で見直すと趣味の高い家庭に育った娘らしく地味な束紙をゆってクリーム色の美しい花にはおしろいの毛がみじんもなく繕わぬ眉毛切れの長い目 象下像のような美しい鼻筋唇のきりりとした年の頃ろ十空二十んとなく知的な感じのするそのくせめっぽう可愛らしいところのある娘ですメリンスらしい少し地味すぎる服装もなんとなく清純な趣を添えてこの娘の品位をいやが上にも高めておりますありがとうございましたもうここまででよろしゅうございます 不意に立ち止まって娘はこう申しました。下屋竹町のとある路地の奥、何を考えるともなく娘に導かれて、ついこんなところまで来てしまったのです。ここがお宅ですかいえ、バーヤの家です。気軽に戸を開けたのは五重絡みの太った女。まあ、お嬢様じゃございませんか。 こんな自分に、まあま、あどうな人たのでございます。お連れの方は思いもよらぬ若い男に、うばは気をまわして、プツリと言葉を切ります。お嬢さんをしかと、お渡ししましたよ。間違いがあると、いけませんから、よく気をつけてください。こんばんも、うまや橋の上から、飛び込むところ、をようやくお助けして、ここまでお連れしたんです。わかりましたか え、それではあのお嬢様が身投げをなさろうとあれそんな大きい声を出してご近所へ聞こえますよお嬢様そんなにまでまあ親旦那様があんなことを遊ばして何やら言うのを娘は無理に手を取って奥へ引っ込んでしまいましたあの人の良さそうな乳母に聞いたら詳しい事情がわかるだろうと思いましたが この上ぐずぐずしていると恩を売るようで面白くありません明日また何かの方法で探ってみようわずかにそう思い諦めて鳴海四郎は自分の下宿の方へ帰っていきました「4. 古事記の予言百円札ならず者」。 渦のように巻き起こった前夜の不思議な事件は平凡気味な鳴海四郎の腰弁生活に一脈の赤い炎を転ずるものでした特にあの身を投げようとまでした美しい娘わざと命の親の鳴海を竹町の乳母の家に案内して自分の家も名前も隠し寄せた不思議な賢い娘あの涙を宿した 黒目のうのような美しい目は、なるみしろの記憶に消すことも忘れることもできないほど、念入りに焼き付けられてしまいました。翌日は幸い日曜。桜は散ったが、散歩には申し分のない時効です。いつもですと、郊外線に乗り込んで、青いものの見えるところへすっ飛びたくなる陽気ですが、今日はそんな気にもなれません。 軽い愛服にネズミのソフト、細いステッキを小脇に竹町の昨夜の家へふらりとやってきたのはお昼ちょっと回った自分でした見ると恐ろしい不景気な駄菓子屋。ほこりの中に石ころのような怪しげな商品を並べて昨夜の太った老女が店番ともなく奥でお仕事をしている様子ですおはよう声をかけると おやまあ、昨夜はどうもありがとうございました。おかげさまでお嬢様が助かりましたそうで、後で受けたまわって本当にびっくりいたしました。ついふらふらと死にたくなったんだそうでございますよ。あの、おかわいそうなごみふんで。やはり、あの、夜分遅く橋の上などへいらっしゃるもので、死神とやらにとっつかれなすったのでございましょう。 立て続けにしゃべりまくられて鳴海四郎口をきくこともできませんようやく言葉の切れ目を見つけてそれはそうとお嬢さんはどこかへ出られたのですかちょっと用事がございまして宿と一緒についさっきお出かけになりまして行き先はさあそ,それが私には一向わかりませんのでございますよ。 無駄は再現もなく言うくせに用事となると皆目見当がつきませんああののの娘さんは身分のある方のようですが、一体どこの何という方なんですこれならと思うところをさりげなく聞きましたが乳母の表情は急に固くなってせっかくでございますがそればかりは申し上げられませんそればかりは 恐ろしいおしゃべりにニず、急にタニシのように黙り込んでしまいます。この上聞いたところで、もう大した収穫もありそうに思われません。いい加減にして切り上げると、足はもう馬屋橋の方に向いております。夕べの今日で何か変わったことにやりつけるかもしれないと思う予感が、なるみの胸をワクワクさせます。馬屋橋の橋爪には。 昨日の古事記がもううろうろしておりますこのあたりをおもらいの縄張りにしているのでしょうしばらく電柱の影や店の火多いの下なのに隠れて様子を見ていると鳴海の気のせいかなんとなくそうそうして往来の人に恵みをこう様子などは少しもありませんもっとも百円札を惜しげもなく投げ出すほどの古事記ですから一銭二銭の合力をこう方がかえって不思議かもしれません 財布も気も軽いる海はふとそんなことを考えて苦笑を漏らしましたしばらくたつと伯父は店先の時計でも見比べているのでしょう角波その辺の消化を除いておりましたが何に驚いたか急に松葉杖を鳴らして本所の方へ橋の上を急ぎまする海は見え隠れにその後をつけたことは申すまでもありませんが 橋を渡って右へ横網辺りから2つ3つ路地を曲がるとこじきの姿はふっとかき消すごとく見えなくなってしまいましたこれはいけない下打ちを1つ足音を忍ばせてめくらめっぽうに歩き回ると大きいカラスおこらしいバラックに突き当たりますぐるりと一回り出たのは バーといったように元の場所気が付くとどこからともなくぼそぼそとささやく人声思わず辺りを見回すと右手の塀に大穴があって中腰にのぞくと向こうの空き地が手に取るように見えます空倉庫と塀と革とに挟まった不正形の空き地はなるほど白昼の密会にもってこいの場所です 話しているのは今まで後をつけてきた不思議な古事記ともう一人は身投げをしようとした美しい娘ですお父様、夕べはどうなすったのですかお手紙の通りの時間におっしゃった場所へ行ってもお父様はお見えにならないんですもの私はもう何もかもだめになったのではないかと思って古事記と娘は果たして親子 まんざら予期しないことではありませんでしたが、鳴海四郎、思わず息をのんで聞き耳を立てました。知っているよ。お前はがっかりして、あの欄干から身を投げようとしたじゃないか。えではお父様は、あれをご覧になっていらしたのですかあの欄干の外の板囲いの陰に、私は隠れていたのだよ。出て行きたいのは山々だったが。 あの時私は恐ろしい目に前後から見張られて、身動きすることもできなかったのだ。お前が心配のあまりどんなことをするかもしれないと思ったので、正直そうな若い男に頼んで、お前の危ういところを助けさせたのだよ。お父様俺は何もかも知っている。なんだってまたお前はあんなバカな心持ちになったのだ。 お父様美しい娘は汚い小じき姿の父親にすがりすいて声を飲んでむせび泣きますねえあんな不心得な考えを起こさずに少しくらいのことは我慢してなぜ駒形の別荘にじっとしていないのだもう23日すると私は旅券を手に入れることになっている旅券さえ手に入れば一度台湾か満州へ行って そこを足がかりに南米へ落ち延びるのは何でもない。南米へ行って落ち着いたら、すぐ信用のできる人を迎えに立てて、お前を呼び寄せると固く言っておいたじゃないか。あれほど勘で含めるように言ったのに、どうしてお前はわからないのだ。いくらお前でも、たった半年か、せいぜい一年の辛抱ができないというはずはない。駒形の別荘はお前の名義になっているから、 世間では誰もお前の身元などを知りはしない。それが嫌なら、竹町の婆屋のところへ行っていてもいい。たった半年か、一年。美しい娘の方に手を置いて、汚らしい小敷のじゅんじゅんとしている様子は、なんという気感でしょう。二人の心持ちが突き詰めた真剣なものであるらしいにもかかわらず、なるみしろは、 映画のあるシーンを見ている心持ちにさえなるのでした5お父様おっしゃることはよくわかりましたけれどもお父様はどうして南米なんかへいらっしゃらなければならないのでしょうどうしてお父様は名乗って出て罰せられるだけ罰せられなさるだけのことをなさる気におなりにならないのでしょう お父様、そんな逃げ隠れするお心持ちにならずに、どうぞ大勢のために、名乗って出るお心持ちになってください。正しい道をさえ歩いておれば、私はお父様と一緒に、あの橋の袖に座っても少しもつらいとは思いません。亡くなったお母様も見ていてくださいます。こうして、肩身を狭く、逃げたり隠れたりして暮らすくらいなら、 私は本当に小じきになっても少しも悲しいともつらいとも思いはしませんお父様降り注ぐ涙に娘は身も浮くばかり汚らしい父親の膝へ胸へひしひしと取りすがります真昼の日はこの不思議な情景をまざまざと照らし出して聞こえるものといっては 近くの波の波音、遠く大都のどよみそれも妙に身にしみて場所柄にもない異様な静けさが胸を打ちますまバカなことを言え今更そんな気の弱いことでどうするんだこの小じき姿をしたまま長い一生が送られるものではないこの父は南米へ行って王侯のような生活をするために しばらくこんな水狂な様子をしているのだ。バカなことを言って、せっかくの計画の腰を折らしてはいけない。い,いえ、い,いえ、お父様。王公とやらの生活も、私は少しも羨ましいとは思いません。大勢の人たちの恨みを解いて、少しでも心安い日を送ったら、私は日本で小事件をしても。バカなことを言え、もう八分通り出来上がった仕事だ。 お小敷は、ハッとした様子で、あたりに目を配りましたが、誰か来たようだ。お前はもう帰れ。用事のある時は竹町へ手紙を出す。わかったか。機場部に待っているんだぞ。もう二度と死ぬような気を起こすな。いいか。さ帰れ。娘を引き立てるように一方の路地へ送り込み、 しばらく打ちしおれた後ろ姿を見送っておりましたが何に驚いたかはっとした様子で反対のほうの抜け道へ身を躍らせますどっっこい待った。その面前へ大手を広げて立ちはだかったのはきのう成美の手から100円紙幣を巻き上げたならず者風の男へえへえごめんくださいそちらへ参ります どこへ行くかは知らないが立ってここを通りなきゃ税金を出していきねええ驚くことはないよ23日続けざまに引っ張たかれてすっからかんさ大きな面をしていて百もれんだたくさんとは言わねえほんの少しばかりもらいだめを貸してくれ鳴海四郎あきれかえってしまいました白昼東京の真ん中で 小ジを揺するやつがあろうとは思いもよらなかったのです。おやぶご冗談をしちゃいけません。私はご覧の通り、小ジで、人様の袖にすがって、一戦二戦のゴ力をいただき、それでようやく路面をつないでいる、情けねえ身の上なんで。<laughs> その小ジを承知で元でお借りおてんだ。お天道様は、お前の懐まで見通した。 しのもの言わずにきれいに裸になりねえ冗談なすっちゃいけません親分お助け逃げ回るのを追っかけてあわや懐へ手おっと松葉杖を振り上げて包帯を巻いた足がシャンとなると小じの顔には思いもよらぬ殺気がみなぎりますおおみんな手を貸せ ならず者の声に応じて同じような風体の良くないのがバラバラと34人どこへ潜んでいたかいっぺんに飛び出します形勢不利と見た小じは自分の懐へ手が入ると金貨、銀貨、大小紙幣を1つかみ2つかみ木の葉のようにさっとばらまいて勝手に拾え 捨て台詞を後に、いずこともなく姿を隠してしまいました。おい、いい加減にしろよ。肝心の玉はつらかったじゃねえか。え,ええじゃないよ。そんなものに夢中になっちゃいけねえ。なるほど、これはしくじった。かき集めた金、銀貨紙幣のお山を前に、三、四人の子分どもは、しばらくは顔を見合わせて立っております。ながね、 あいつの穴は大概当たりがついたよ。ええ、どのへんで,ですかいお前たちはあいつの包帯で巻いた方の足を見なかったかい親分らしいのがこう申します。包帯の足へでも隠してあるんで。そんなバカな話じゃねえ。あの包帯の足にセメントの粉がついていたのを見たかてんだ。包帯の足ばかりじゃない。 あのわかめのようなボロもよく見ると恐ろしいセメントだ。ね、読めたろ？これはなんだぜ。長い間このあたりから安馬橋へかけて探したのは大間違いで。あいつの穴というのは朝のセメントの近所。清洲橋からあまり遠くないところにあるにそういねえと睨んだがどうだい。ならずものの親分の目はハンティングの下でピカリと光ります。 なるほど、ちげえねえこれが普通の場合だと横手を打つところですが何をはばかったか子分どもは互いに顔を見合わせてしんみり簡単しますさあ思い立ったら早い方がいいあいつだって軍用金がなくなりゃすぐにでも穴に行くに決まっているんだこれからすぐ出かけて行ってセメントの粉をかぶっているほどの石という石材木という材木小屋でも諸置きでも しらみつぶしに探してみよう鳴海四郎が会社の仕事を片付けて大川へ駆けつけたのはもう5時過ぎ父たる春の日も夕暮屋の中に沈もうとしている自分でした朝のセメントの近所貸し縁を見回して歩くとなるほどあらゆる石垣材木 橋も倉庫もかなり丁寧に調べられたようですが、不思議なことに、それが一つも置き換えられても掘り起こされもしてはおりません。穴とやらが見つからないのかな。と思いながら信号橋へ来ると、川蒸気の発着所にいるのが昨日のならずものの一段です。セメントに汚れたがっしりした顔を見ると、探検の不成功に終わったのは明らかです。 そのうちに蒸気が来ると、互いにメカオで話し合って、子分どもは岸に踏みとどまり、親分だけ一人船に乗り込みました。ナルミシロ、どうしたものかとちょっと迷いましたが、三四人の子分よりはたった一人の親分の方が重要らしいと思いましたので、すぐ後から飛び乗ってそ知らぬ顔で親分の動静を見守ることにしました。やがて川蒸気は。 りからまたしをて、疲れた頭を夕風に吹かれようというのかならず者の親分は出口の段々を登って低い屋根の上へ半分体を出しておりましたが仮橋が見えると何を考えたか機械体操の要領でさっと川上気の屋根の上へ飛び乗りました。 なるみはすぐそばにいたのでその一挙一動が実によくわかります混雑した川蒸気の中乗り合いの州は20銭で8冊売る月遅れの雑誌屋の工場に聞き取られてならず者風の男が蒸気の屋根に飛び乗ったことなどには気がつきません夕うもやは音もなく川もを込めてその辺りはもう黄昏の色が細やかになっております イグレを合図に就航する川蒸気のことですからこれが多分最終戦というのでしょう続けざまにとぼけた汽笛を鳴らして低い刈り橋の橋桁の下へ入ると屋根の上のならず者の体はちょっと小言だと思うとピンと跳ねて頭の上の橋桁へさっと飛びつきます実に間髪を入れざる恐ろしい離れ技と見る間もなく蒸気は刈り橋の下をくぐって 緩やかな曲線を描きながら馬屋橋の発着所についておりますこれを見ていた鳴海は鉄砲玉のように川蒸気を飛び出しました一足飛びにだんだんを登って大まりに橋の上に出ると橋桁の下から這い上がったぼうぼうたる頭の持ち主もう欄干に手をかけて上へ飛び上がろうとしております鳴海さんその小敷を捕まえてください 橋の下から続いてもう一人それは言うまでもなく蒸気の屋根から飛びついたならず者です思いもよらぬ自分の名を呼ばれてハッと驚いた鳴海見るともう欄干を越えた乞食は身を躍らして浅草の方へ逃げ出そうとしております捕らえようか放っておこうか鳴海は一瞬間迷うともなくためらう暇にお父様逃げないでどうぞこのまま このまま縛られてください。どこから現れたか？美しい娘乞食姿の父にとりすがって必死に争っております。話せこら時子離せ。離せお父様とど,どうぞ。逃げないで。娘の声は涙に無線で怪しくかき消されますが、先週はつる草のように父親の体にすがりついて。 死ぬまで元争い続けております。ゴンド、見るんだぞ。娘の手に縛られろ。せめてもの罪滅ぼしだ。凛として知ったの声。振り返るとあの無残なならず者がハンティングを金繰り捨てて、親子相争う不思議な情景をじっと見つめております。これはまた何たる変わりようでしょう。 すを今用にしたような安直な悪党が双子島の座わせに前下がりの三尺帯のままながら威風あたりを払って別人のようにさっそうとしております。それれれいましした。たはくず折れた葉の花のようとととよばののののののは、はへへるに、 気を失ってて倒れししまいまいたもう橋の上は野獣馬でいっぱいこらこら立っちゃいかん静止の警官が来るとならず者風の男はそれを小脇へ呼んで「これは金々捜索していた解体犯人の権藤三之助です」「本所へ電話をかけて護送の手続きをしてください」ええ、あの貯金マの 警官が驚いたのも無理はありません。詐欺貯金で数百万円の金を催眠から絞り取った上、その経営している会社が破綻と見るや幾十万人の恨みと嘆きを後に回収のできるだけの現金、有価証券合わせて100万円余りを取り込んでそのまま姿を隠した有名な貯金魔だったのですそういうあなたは警官の問いに答えて、 花草一郎と言いますあっ<ー>これがこの冷酷無残のならず者が名探偵花房一郎とは思いもよりませんさすがの警官も驚きましたが鳴海四郎の驚きはまた一倍です折から駆けつけてきた部下の私服に言いつけてもう一度橋の下を探させると間もなくかなり大きなトランクを一つ担ぎ上げます そのトランクには現金と有価証券で100万円以上入っているだろうそれは血の涙で権藤を恨んでいる何十万の預金者たちに分けてやる大事な金だ気をつけて本省へ運んでくれたまえするだけのことをしてしまった花房一郎静かに四郎を顧みてこう言います成美さん驚きになるには及びません あなたの名前や身元は昨夜ののうちに調べさせておいたたですよ。あなたは大事な証人ですからこの娘を介抱して後から遠卓かなんかで警視庁へいらしてくださいよろしいでしょうね風亭に似ぬ穏やかな言葉がなんとなく人懐かしい心持ちさえ起こさせます7 名探偵花房一郎は一件が解決してから鳴海四郎にこう話して聞かせました何でもありませんよ権藤が百万円の大金を解体して海外へ高飛びしようとしていることが分かったので早速吾妻橋から両国橋の間を警戒していたのですそれには訳があります留守宅の娘のところへ時々差出人不明の手紙が舞い込みますが それが決まったように浅草から投函されているのです。それに駒形には娘名義の別荘があって100万円入りのトランクを一時そこへ隠しておいたことも分かっておりますから駒形を中心に東橋から両国の間にいるに相違ないと睨んだわけです警戒は厳重を極めていますし顔も知れ渡っていますから身一つなら知らず あれだけの大トランクを持ってのこのこ歩かれるものではありませんそれに権藤の身になれば命に代えてもあの大トランクは離されないのです私はならず者に姿を変えてあの辺りを警戒しているとすぐ小じき姿に身を安した権藤を見つけましたが困ったことに100万円入りの大トランクをどこに隠しているか容易に分かりませんあんな大きい解体犯人は 体ばかり捉えるのは嘘で知らぬ存ぜぬで夫をした上何年かあと刑を済ませてからそっと隠しておいた大金を取り出して使わないものでもありませんそんな例はこれまで数えきれないほどたくさんあるのですでしばらくは知って知らぬ顔で権藤の体を放し飼いにトランクのありかを探しておりましたあなたが権藤からもらった百円札を横合いから出て巻き上げたのは あなたに万一の間違いをさせないための私の老婆心でしたあの金は催眠の高血を絞った因縁のある金で一銭といえども無駄にはできないのですせめて元金の何割でも何部でもできるだけ多く気の毒な預金者たちに返してやらなければならなかったのです横網で私と部下の者が権藤を襲ったのも持っている不正の金を全部取り上げるためでしたがもう一つは 一銭も身についた金がなくなるときっと金を隠した場所へ取り出しに出かけるに相違ないと思ったからです権藤は悪いやつに相違ありませんが小じの方は本当に新米で人から物をもらう勇気がないから金がなくなると一日も生きていけないのでしたセメントの粉では全く騙されましたよあれは権藤が私らを外へおびき出すトリックですいやもう 大笑い朝のセメントの近所を調べて何にもないのでがっかりして帰ってくると橋桁にちらりと太い縄が一本見えたのですあんなところに縄があるわけはありません人間がいて落ちないように体を縛っているかでなければかなり大きい荷物を橋桁の上へ隠してあるにそういありませんもし権藤がいるとすれば 橋の上から回っては反対側へ抜けて逃げられてしまいますそんなことは百歩を研究し尽くしているでしょうからうっかり手が出せませんそうでないまでも手が回ったと知ったら100万円切りのトランクをやけ半分川へ投げ込まないものでもありませんとっさに思案を決めて川蒸気の屋根から橋の下へ飛びついたのはそうしたわけです何にしても 100万円入りのトランクを無事に手に入れたのは幸せでしたあれで権藤に騙されて虎の子を巻き上げられた数十万の預金者たちも少しは潤うことになるでしょうそれに比べると権藤を捕らえたのはほんの軽物です捕らえようと思えばもう10日も前に捕らえられたんですからしかし時子とかいうあの娘は感心ですね あの心がけにめでて私の報告書がどんなに緩和されたことでしょうあんな悪党にあんな立派な娘が生まれるというのも神様の深いおぼしめしでしょうさすがの権藤も娘の美しい心がけに我を負って近頃は未欠管ですっかり改心しているということですできることならあの娘を世話してあげてください 貯金の娘というので世間では相手にしないでしょうがあなただけはあの娘の人並み優れた美しい心映えをご存じのはずですえもう世話をしていらっしゃるんですかそれは気が早い花房一郎もその道へかけると一向に鈍感でしてねハッハ